この日は2022年7月17日日曜日、パパがお仕事を早く終わらせて迎えに来てくれました。食べたいんだって。ママも食べたいから今 OK して。皆さんこんにちは、父とこキャンプの山健です。こんにちは、聖太郎です。凛です。普段はキャンプの動画を上げてるのですが、この日は特別編ということで、パパの知り合いの別荘に行きました。楽しかったです。場所は河口湖の近くでした。今日はキャンプじゃありません。そう、そして珍しいことに父と子だけでもありません。この日はママも一緒です。ありがとうございます。どうもどうも。別荘に到着しました。すごく広そうでびっくりしました。大きな別荘が立ち並んでるエリアなんですが、その中でもひときわ大きなお家でした。最大で30名ぐらいが泊まったこともあるということをおっしゃってました。お気をつけて。ありがとうございます。そんなところを我々4人で使わせてもらえるということで、とても贅沢な1泊2日になりました。さあ、パーティーの始まりだ。最近はあまり使われていないということでしたが、設備もすごく整っていて、また庭の手入れもされていて、とても綺麗な別荘でした。よかったね、最高の別荘に来たね。銀座の千引屋、千引屋のぶどうジュースです。はい、乾杯。すごく美味しかったぶどうジュースでした。キャンプ道具を使ってご飯を作りました。ご飯の炊き方、カミカミさんと同じでした。ご飯が炊けるのを待ってる間、お部屋で遊びました。鳥の鳴き声が聞こえました。これはなんじゃもんじゃです。手足、手足、はい、どうぞ。あ、これはプルン、はい、どうぞ。パパはキャンプみたいにビールを飲んでました。この日は3連休の中日ということで、東京出発したのが午後3時過ぎだったのですが、夕方のうちには着いたので、まだ日は明るく、外でたくさん遊ぶことができました。とっても涼しくて楽しく遊ぶことができました。そのままストップ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 。すいません。これはぼっち女さんのレシピのサーモンレアカツです。お刺身をいっぱい買ってきたので、手巻き寿司や海鮮丼を食べました。美味しかったです。その後お風呂に行きました。お風呂は広かったです。サウナもついていたけど入れませんでした。お風呂に入った後はスイッチをしました。プロジェクターで壁に映してやりました。ママはマッサージしていました。3段ベッドがあったので、2人とも一番上を取り入れました。テレビどうかな、これスーファミテレビだ。なんだこれ、初めて見た。やりてー、やりてー。3段ベッドは2つあったけど、1人で寝るのは嫌だったので、みんなで寝ました。近況報。パパが私たちの寝ている部屋に入ってきたみたいです。え、ダメなの？あの、別々で寝ました。息子だけは起きていました。僕はパパを探していました。そこ、パパが寝てたの？パパはこの部屋で寝てたようです。朝ごはんを作ってくれました。パパと外で食べる準備をしました。今日はホットサンドとコーンスープと豆乳でした。
りんちゃんが起きなかったので起こしに行きました。こっちに富士山があるようです。めちゃくちゃ美味しそう。外で食べるご飯は最高でした。キャンプに来たみたいで楽しかったです。富士山あれだ、ウグイスに返事をさせるゲームをしました。じゃあ鳥がお返事したら勝ちね。じゃあまず誰から行く。はい、じゃあちょっとごっくんしないんでパパから行きます。失敗。じゃあ次、そうね、すぐ返事した人が勝ちね。じゃあ聖太郎くん行く。じゃあ言ってから、自分が報告劇を言ってから5秒ね、5秒以内に返事されたら勝ちね。じゃあリンちゃんどうぞ。あー、出た。5、4、3、2、1、ブブー、うん、どこに5、4、3、2、1、ブブー、全員ブブだ。じゃあパパ行くよ。あー、ホケケロ。5、4、よいしょ。パパだけやったじゃないか。2回目のチャレンジ。あ、2回目やったー、イエーイ。じゃあ次、リンちゃんどうぞ。あー、出た。5、4、3。おっ、すげえ。じゃあ生徒ロマンのチャレンジお願いします。頑張れ。2度目のチャンス。わお、どんどんチャンスがなくなっていくぞ。2度目のチャンス全員クリアできるのか。そうだね、今のところパパもリンちゃんもクリアしてるもんね。結構言ってるぞ、今チャンスだぞ。ほーけっきょ。ほーけっきょ。4、3、2、1。おい、全クリア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 。何今の。すごい笑っちゃいました。すっごい楽しかったです。ママのご飯はラップで包んで机を片付けました。かくれんぼをしました。麻雀の部屋、どこだ。かくれるとこたくさんありました。マッサージチェア気持ちよかったです。帰る準備をしたらウルトラマン将棋とかで遊びました。持って行ったカードゲームやボードゲームをしました。お昼ご飯はパパがラーメンを作ってくれました。私も卵を切ったりお手伝いをしました。キャベツは管理人さんがいっぱいくれました。ラーメンですいませんね。この日の朝に畑で採れたようですごく美味しかったです。ご飯の後は聖太郎と一緒にお外で遊びました。すごい。パパは渋滞が心配で早く帰りたいと言っていたけど、私たちはもっと遊びたいと言いました。いい天気だったけど涼しくて気持ちよかったです。こういう遊びはキャンプではできないので別荘に来てよかったです。僕も同じです。
今回は別荘に行ったけど、今度はキャンプです。楽しみにしててください。僕もすっごい楽しみです。今回初めて別荘に行ったけど、家と同じ気がしました。キャンプもいいけど、また別荘に行きたいです。別荘を貸してくれてありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。